緊急 SOS、池の水全部抜く、大作戦は、テレビ、東京系列で2017年から、日曜ビッグバラエティ枠で不定期放送され、2018年4月22日からは、同枠外にて、月1回ペースで通常は、日曜18時30分21時に、レギュラー放送されている、ドキュメントバラエティ番組である。略称、池の水全部抜く、池の水、 手付け数に放置していた池に対し買い掘りを行って、きれいにするとともに、そこにはどんな生物が住み着いているのか検証していくという番組コンセプトである。大まかな手順としては、以下の通りである。排水装置で水を下水道や池に接続されている農業用水に流し、魚や水の生物を動けなくする。そこの一帯から本来その土地に住んでいない。 外来種の動物や生物を食い荒らす、特定外来生物を捕獲、駆除する。数日数ヶ月、池を干上がらせてヘドロから窒素を排出、きれいな水を入れ完了。その工程の中で、ペット等として買ったはいいが、やがて手に負えなくなった外来種生物を殺せないと、池や自然の中に放流、放置されて野生化し、周りの生態系、自然、生活を破壊して、 その結果、人間の動物を飼う、無責任、無頓着さが浮き彫りになっていく企画でもある。会によっては、生物以上にゴミなどの不法投棄、すりなどの犯罪により盗まれた財布が見つかるなどの深刻なケースもあり、こうした犯罪行為への警鐘を鳴らすこともある。なお、一部の企画については、準備不足を指摘する声もある。また、 朝日新聞科学医療部記者の小坪遊ぶは、東洋経済の記事で、解剖りは、地域が主体的かつ継続的に取り組む必要があるものである、こと、番組が、外来種イコールワルという認識を煽る表現を、多用していることを指摘している。口実する、絶滅危惧種を探せなど、一部には、解剖りとは別の企画も時折挟みつつ、構成されている。 特に第3回となる2017年6月25日放送では、カエボリは一つだけにとどまっている。この回では、その他に、住民を守れ、日本全国駆除の達人でも放送されている防除、研究所による、有害動物駆除、開梱に、死傷のある巨大岩の撤去、原因不明の巨大穴の発掘調査、MC がトークを行った、筑波山ロープウェイ、 筒子川海岸近くの遊戯施設の補修を行う胸の告知で構成された。当番組内で不定期に行われているカミツキガメの捕獲についても元々は駆除の達人で取り上げられていたものである。講述する2018年12月23日放送のスピンオフ日本のお宝全部掘るからは水を抜くことができない川などに生息する外来宿除にも対象を広げ、 公述する山根ブラザーズによる釣りでの外来縮除も行われるようになった。池の水を抜く企画には加藤、または NPO バースのいずれかが出演し、川などでの釣りは山根ブラザーズが出演する。2018年11月、秋元康からの楽曲提供に伴い大家、静香をセンターとする AKB48 池の水選抜が選出された。 日曜ビッグバラエティ枠の視聴率は通常平均5から6%であるが2017年1月の第1回放送は8.3%第2回では8.1%を記録しさらに第1回放送後水抜き依頼の募集をかけたところ予想をはるかに超える依頼が殺到第3回では千葉県奈良市の,市の市長自らが依頼という出来事も起きた第四回では 視聴率11.8%を記録し、第5回ではシリーズ最高の12.8%を記録した。第6回は19時から21時までの第2部において平均13.5%の高視聴率をマークした。各局の正月特番が並ぶ激戦区で喋くりセブン新春4時間半 SP、第2部めちゃにイけてる。新春3時間半 SP、 第2部といった裏番組の視聴率を上回り、前回の12.8%を0.7ポイント上回り、またも自己最高を更新した。第7回以降の視聴率は平均9%台を保持している。伊集院光はパーソナリティを務めている伊集院光深夜の馬鹿力で、この番組を大絶賛。自ら志願し、番組に出演した。 お笑い評論家のラリーーダは、この番組が大受けした理由に、シンプルで、わかりやすい企画だが、圧倒的なオリジナリティがあるところとテレビ東京、独自の視点のユニークさを挙げた。実際に参加した人からは、参加者への指示が行き渡っていない、淡水魚の専門家がおらず、一般参加者が識別を行っていた、捕獲した魚を一時的に保管しておく容器が不足しており、 酸欠などで死ぬ魚が続出したなどと批判が上がり、週刊文春もそのことを批判している。ありがとうございます。